アモス書第一章。テコアの牧者の一人であるアモスの言葉。これはユダの王ウジヤの世、イスラエルの王ヨアシの子ヤラベアムの世、地震の2年前に彼がイスラエルについて示されたものである。彼は言った。主はシオンから吠え、エルサレムから声を出される。牧者の牧場は嘆き、カルメルの頂は枯れる。主はこう言われる。ダマスコの3つの戸が、4つの戸がのために、私はこれを罰して許さない。これは彼らが鉄のすり板で、ギレアデを踏みにじったからである。私はハザエルの家に火を送り、ベネハダでの諸々の宮殿を焼き滅ぼす。私はダマスコの菅の木を砕き、アベンの谷から住民を立ち、ベテエデンから王の杖を取る者を立つ。スリアの民はキルに捕らえられてゆく、と主は言われる。主はこう言われる。ガザの3つの戸が、4つの戸がのために、私はこれを罰して許さない。これは彼らが人々をことごとく捕らえていって、エドムに渡したからである。私はガザの石垣に火を送り、その諸々の宮殿を焼き滅ぼす。私はアシドドから住民を立ち、アシケロンから王の杖を取る者を立つ。私はまた手を返してエクロンを打つ。そして残ったペリシテ人も滅びると、主なる神は言われる。主はこう言われる。ツロの3つの戸が、4つの戸がのために、私はこれを罰して許さない。これは彼らが人々をことごとくエドムに渡し、また兄弟の契約を心に留めなかったからである。それゆえ私はツロの石垣に火を送り、その諸々の宮殿を焼き滅ぼす。主はこう言われる。エドムの3つの戸が、4つの戸がのために、私はこれを罰して許さない。これは彼が剣を持ったその兄弟を追い、全く憐れみの情を断ち、常に怒って人をかき裂き、長くその憤りを保ったからである。それゆえ私はテマンに火を送り、ボズラの諸々の宮殿を焼き滅ぼす。主はこう言われる。アンモンの人々の3つの戸が、4つの戸がのために、私はこれを罰して許さない。これは彼らがその国境を広げるために、ギレアデのはらんでいる女を引き裂いたからである。それゆえ私はラバの石垣に火を放ち、その諸々の宮殿を焼き滅ぼす。これは戦いの日に時の恋をもってせられ、つむじ風の日に暴風をもってせられる。彼らの王はその司たちと共に捕らえられてゆく、と主は言われる。アモス書第2章。主はこう言われる。モアブの3つの戸が、4つの戸がのために、私はこれを罰して許さない。これは彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからである。それゆえ私はモアブに火を送り、ケリオテの諸々の宮殿を焼き滅ぼす。モアブは騒ぎと時の声とラッパの音の中に死ぬ。私はそのうちから支配者を立ち、そのすべての司を彼と共に殺す、と主は言われる。主はこう言われる。ユダの3つの戸が、4つの戸がのために、私はこれを罰して許さない。これは彼らが主の律法を捨て、その定めを守らず、その先祖たちが従い歩いた偽りのものに惑わされたからである。それゆえ私はユダに火を送り、エルサレムの諸々の宮殿を焼き滅ぼす。主はこう言われる。イスラエルの3つの戸が、4つの戸がのために、私はこれを罰して許さない。
これは彼らが正しいものを金のために売り、貧しいものを靴一足のために売るからである。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、苦しむ者の道を曲げ、また父子ともに一人の女のところへ行って、我が聖なる名を汚す。彼らはすべての祭壇の傍らに獅子にとった衣服を敷いて、その上に伏し、罰金を持っていた酒をその神の家で飲む。先に私はアモリ人を彼らの前から滅ぼした。これはその高きこと紅白のごとく、その強きことカシの木のようであったが、私はその上の実と下の根とを滅ぼした。私はまたあなた方をエジプトの地から連れ上り、40年の間荒野であなた方を導き、アモリ人の地を得させた。私はあなた方の子らのうちから預言者を起こし、あなた方の若者のうちからナジル人を起こした。イスラエルの人々よ、そうではないかと主は言われる。ところがあなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者に命じて預言するなと言う。見よ、私は麦束をいっぱい積んだ車が物を圧するように、あなた方をそのところで圧する。早く走る者も逃げ場を失い、強い者もその力を振るうことができず、勇士もその命を救うことができない。弓を取る者も立つことができず、足早の者も自分を救うことができず、馬に乗る者もその命を救うことができない。勇士のうちの大しい心の者もその日には裸で逃げると主は言われる。アモス書第3章。イスラエルの人々よ、主があなた方に向かって言われたこと。私がエジプトの地から導き上った前科に向かって言ったこの言葉を聞け。地のもろもろの輩のうちで、私はただあなた方だけを知った。それゆえ私はあなた方のもろもろの罪のためあなた方を罰する。二人の者がもし約束しなかったなら一緒に歩くだろうか、獅子がもし獲物がなかったなら林の中で吠えるだろうか、若い獅子がもし物をつかまなかったならその穴から声を出すだろうか、もし罠がなかったなら鳥は地に張った網にかかるだろうか、網にもし何もかからなかったなら地から飛び上がるだろうか、町でラッパが鳴ったなら民は驚かないだろうか。主がなされるのでなければ町に災いが起こるだろうか。まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事をもなされない。獅子が吠える、誰が恐れないでいられよう。主なる神が語られる、誰が預言しないでいられよう。アッシリアにあるもろもろの宮殿、エジプトの地にあるもろもろの宮殿に述べて言え。サマリアの山々に集まり、そのうちにある大いなる騒ぎとその中で行われる暴虐とを見よと主は言われる。彼らは正義を行うことを知らず、知恵だけ取ったものと奪い取ったものとそのもろもろの宮殿に蓄えている。それゆえ主なる神はこう言われる。敵が来てこの国を囲み、あなたの防備をあなたから取り除き、あなたのもろもろの宮殿はかすめられる。主はこう言われる。羊飼いが獅子の口から羊の両足あるいは片耳を取り返すように、サマリアに住むイスラエルの人々も長い巣の隅や寝台の一部を携えて救われるであろう。万軍の神主なる神は言われる。聞け、そしてヤコブの家に証言せよ。私はイスラエルの諸々の戸郷を罰する日にベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角は折れて地に落ちる。私はまた冬の家と夏の家とを打つ。象牙の家は滅び、大いなる家は消え失せると主は言われる。アモス書第4章。
バシャンの目牛どもよ、この言葉を聞け。あなた方はサマリアの山におり、弱い者を教えたげ、貧しい者を圧迫し、またその主人に向かって持ってきて私たちに飲ませよという。主なる神はご自分の聖なることによって誓われた。見よ、あなた方の上にこのような時が来る。その時、人々はあなた方を釣り針にかけ、あなた方の残りのものを魚釣り針にかけて引いていく。あなた方はおのおのまっすぐに石垣の破れたところを出て、ハルモンに追いやられると主は言われる。あなた方はベテルへ行って罪を犯し、ギルガルへ行って咎を増し加えよ。朝ごとにあなた方の犠牲を携えていけ、三日ごとにあなた方の十分の一を携えていけ。種を入れたパンの感謝祭を捧げ、心よりの供え物を触れ示せ。イスラエルの人々よ、あなた方はこのようにするのを好んでいると主なる神は言われる。私はまたあなた方のすべての町であなた方の歯を清くし、あなた方のすべてのところでパンを乏しくした。それでもあなた方は私に帰らなかったと主は言われる。私はまた刈り入れまでなお実つきあるのに雨をとどめてあなた方の上に下さず、この町には雨を降らし、かの町には雨を降らさず、この畑は雨を得、かの畑は雨を得ないで枯れた。そこで二つ三つの町が一つの町によろめいていって、水を飲んでも飽くことができなかった。それでもあなた方は私に帰らなかったと主は言われる。私は立ち枯れと鎖穂とを持ってあなた方を打ち、あなた方の園とぶどう畑とを荒らした。イチジクの木とオリーブの木とはイナゴが食った。それでもあなた方は私に帰らなかったと主は言われる。私はエジプトにしたようにあなた方のうちに疫病を送り、剣を持ってあなた方の若者を殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の宿営の周期を登らせて、あなた方の鼻をつかせた。それでもあなた方は私に帰らなかったと主は言われる。私はあなた方のうちの町を神がソドムとゴモラを滅ぼされた時のように滅ぼしたので、あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであった。それでもあなた方は私に帰らなかったと主は言われる。それゆえイスラエルよ、私はこのようにあなたに行う。私はこれを行うゆえ、イスラエルよ、あなたの神に合う備えをせよ。見よ、彼は山を作り風を創造し、人にその思いのいかなるかを示し、また曙を変えて暗闇となし、地の高いところを踏まれる者、その名を万軍の神主という。アモス書第五章。イスラエルの家よ、私が悲しみの歌を持ってあなた方について述べるこの言葉を聞け。乙女イスラエルは倒れてまた起き上がらず、彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こす者がない。主なる神はこう言われる。イスラエルの家では千人出た町は百人残り、百人出た町は十人残る。主はイスラエルの家にこう言われる。あなた方は私を求めよ、そして生きよ。ベテルを求めるな、ギルガルに行くな、ベールシバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえられて行き、ベテルは無に帰するからである。あなた方は主を求めよ、そして生きよ。さもないと主は火のようにヨセフの家に落ち下られる。火はこれを焼くが、ベテルのためにこれを消す者は一人もない。あなた方、行動を苦よもぎに変え、正義を地に投げ捨てる者よ。プレアデスおよびオリオンを作り、暗黒を朝に返事、昼を暗くして夜となし、海の水を呼んで地の表に注がれる者、その名は主という。主は滅びをたちまち強い者に望ませられるので、滅びはついに城に望む。彼らは門にいて戒める者を憎み、真実を語る者を忌み嫌う。あなた方は
貧しい者を踏みつけ、彼から麦の贈り物を取るゆえ、あなた方は切石の家を建てても、その中に住むことはできない。美しいブドウ畑を作っても、その酒を飲むことはできない。私は知る。あなた方の咎は多く、あなた方の罪は大きいからである。あなた方は正しいものを教えてあげ、賄を取り、門で貧しいものを退ける。それゆえ、このような時には賢い者は沈黙する。これは悪い時だからである。善を求めよ、悪を求めるな。そうすればあなた方は生きることができる。またあなた方が言うように、万軍の神、主はあなた方と共におられる。悪を憎み、善を愛し、門で公義を立てよ。万軍の神、主は、あるいはヨセフの残りの者を憐れまれるであろう。それゆえ主なる万軍の神、主はこう言われる。すべての広場で泣くことがあろう。すべての巷で人々は、悲しいかな、悲しいかな、と言う。また彼らは農夫を呼んできて嘆かせ、巧みな泣き女を招いて泣かせ、またすべてのブドウ畑にも泣くことがあろう。それは私があなた方の中を通るからである、と主は言われる。災いになるかな、主の日を望む者よ。あなた方は何故主の日を望むのか。これは暗くて光がない。人が獅子の前を逃れても熊に出会い、また家に入って手を壁につけると蛇に噛まれるようなものである。主の日は暗くて光がなく、薄暗くて輝きがないではないか。私はあなた方の祭りを憎み、かつ癒しめる。私はまたあなた方の聖会を喜ばない。たとえあなた方は燔祭や素祭を捧げても、私はこれを受け入れない。あなた方の肥えた獣の集音祭は、私はこれを顧みない。あなた方の歌の騒がしい音を私の前から立て。あなた方の琴の音は、私はこれを聞かない。行動を水のように、正義を尽きない川のように流れさせよ。イスラエルの家よ、あなた方は40年の間、アラノで私に犠牲と供え物を捧げたか。かえってあなた方の王、シクテを担い、あなた方が自分で作ったあなた方の偶像、星の神、金を担った。それゆえ私はあなた方をダマスコの彼方に捕らえ移す、と、その名を万軍の神と唱えられる主は言われる。アモス書第6章。災いなるかな、安らかにシオンにいる者、また安心してサマリアの山にいる者、諸国民の頭のうちの著名な人々で、イスラエルの家が来て従う者よ、カルネに渡ってみよ。そこから大浜手に行き、またペリシテ人のガテに下ってみよ。彼らはこれらの国に勝っているか。彼らの土地はあなた方の土地よりも大きいか。あなた方は災いの日を遠ざけ、凶暴の座を近づけている。災いなるかな、自ら象牙の寝台に伏し、長椅子の上に身を伸ばし、群れのうちから子羊を取り、牛舎のうちから子牛を取って食べ、琴の音に合わせて歌い騒ぎ、ダビデのように楽器を作り出し、鉢を持った酒を飲み、糸もたっとい油を身に塗り、ヨセフの破滅を悲しまない者たちよ。それゆえ今彼らは囚われて、囚われ人の真っ先に立ってゆく。そしてかの実を伸ばした者どもの騒ぎは止むであろう。主なる神は己によって誓われた。万軍の神、主は言われる。私はヤコブの誇りを忌み嫌い、そのもろもろの宮殿を憎む。私はこの町とすべてその中にいる者を渡す。一つの家に10人の者が残っていても、彼らは死に、そしてその親戚、すなわちこれを焼く者は、骨を家から運び出すためにこれを取り下げ、またその家の奥にいる者に向かって、まだあなたと共にいる者があるか、と言い、ないとの答えがあるとき、かの人はまた、声を出すな、主の名を唱えるな、と言うであろう。見よ、主は命じて、大きな家を売って、みじんとなし、小さな家を売って、切れ切れとされる。馬は岩の上を走るだろうか。
人は牛で海を耕すだろうか。ところがあなた方は行動を毒に変じ、正義の実を苦よもぎに変じた。あなた方はロデバルを喜び、我々は自分の力でカルナイムを得たではないかという。それゆえ万軍の神主は言われる、イスラエルの家よ、見よ、私は一つの国民を起こしてあなた方に敵対させる。彼らはハマトの入り口からアラバの川まであなた方を悩ます。アモス書第7章。主なる神はこのように私に示された。見よ、二番草の生え出る初めに主はイナゴを作られた。見よ、その二番草は王の刈った後に生えたものである。そのイナゴが地の青草を食い尽くした時、私は言った、主なる神よ、どうぞ許してください。ヤコブは小さいものです。どうして立つことができましょう。主はこのことについて思い返され、このことは起こさないと主は言われた。主なる神はこのように私に示された。見よ、主なる神は裁きのために火を呼ばれた。火は王府を焼き、また地を焼こうとした。その時私は言った、主なる神よ、どうぞやめてください。ヤコブは小さいものです。どうして立つことができましょう。主はこのことについて思い返され、このこともまた起こさないと主なる神は言われた。また主は私に示された。見よ、主は秤縄を持って築いた石垣の上に立ち、その手に秤縄を持っておられた。そして主は私に言われた。アモスよ、あなたは何を見るか。秤縄と私が答えると、主はまた言われた。見よ、私は秤縄を我が民イスラエルの中に置く。私はもはや彼らを見過ごしにしない。イサクの高きところは荒らされ、イスラエルの聖女は荒れ果てる。私は剣を持ってヤラベアムの家に立ち向かう。時にベテルの祭司アマジアはイスラエルの王ヤラベアムに人を使わして言う。イスラエルの家のただ中でアモスをあなたに背きました。この地は彼の諸々の言葉に耐えることができません。アモスはこのように言っています。ヤラベアムは剣によって死ぬ。イスラエルは必ず捕らえられていってその国を離れると。それからアマジアはアモスに言った。先見者よ、行ってユダの地に逃れ、彼の地でパンを食べ、彼の地で予言せよ。しかしベテルでは二度と予言してはならない。ここは王の聖所、国の宮だから。アモスはアマジアに答えた。私は預言者でもなく、また預言者の子でもない。私は牧者である。私は一軸グワの木を作るものである。ところが主は群れに従っているところから私を取り、行って我が民イスラエルに預言せよと主は私に言われた。それゆえ今主の言葉を聞け。あなたは言う、イスラエルに向かって預言するな、イサクの家に向かって語るなと。それゆえ主はこう言われる。あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子娘たちは剣に倒れ、あなたの血は秤縄で分かたれる。そしてあなたは汚れた血で死に、イスラエルは必ず捕らえられていってその国を離れる。アモス書第8章。主なる神はこのように私に示された。見よ、一籠の夏の果物がある。主は言われた。アモスよ、あなたは何を見るか。私は一籠の夏の果物と答えた。すると主は私に言われた。我が民イスラエルの終わりが来た。私は再び彼らを見過ごしにしない。その日には宮の歌は嘆きに変わり、屍がおびただしく、人々は無言でこれを至るところに投げ捨てると。主なる神は言われる。あなた方、貧しい者を踏みつけ、また国の乏しい者を滅ぼす者よ、これを聞け。あなた方は言う、新月はいつ過ぎ去るだろう。そうしたら
我々は穀物を売ろう、安息日はいつ過ぎ去るだろう、そうしたら我々は麦を売り出そう、我々はヘパを小さくしシケルを大きくし、偽りの計りを持って欺き、乏しいものを金で買い、貧しいものを靴一足で買い取り、またくず麦を売ろう。主はヤコブの誇りを察して誓われた。私は必ず彼らのすべての技をいつまでも忘れない。これがために地は震わないであろうか。地に住む者は皆嘆かないであろうか。地は皆ナイル川のように湧き上がり、エジプトのナイル川のようにみなぎってまた沈まないであろうか。主なる神は言われる。その日には私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くし、あなた方の祭りを嘆きに変わらせ、あなた方の歌をことごとく悲しみの歌に変わらせ、すべての人に荒布を腰にまとわせ、すべての人に髪を剃り落とさせ、その日を一人業を失った夢中のようにし、その終わりを苦い日のようにする。主なる神は言われる。見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へさまよい歩き、主の言葉を求めて彼方彼方へ馳せ回る。しかしこれを得ないであろう。その日には美しい乙女も若い男も乾きのために気を失う。かのサマリアの足もを指して誓い、男よ、あなたの神は生きていると言い、またベールシバの道は生きているという者どもは必ず倒れる、再び起き上がることはない。アモス書第9章。私は祭壇の傍らに立っておられる主を見た。主は言われた。柱の頭を打って敷居を震わせ、これを打ち砕いてすべての民の頭の上に落ちかからせよ。その残ったものを私は剣で殺し、その一人も逃げおおす者はなく、逃れうる者はない。たとえ彼らは黄泉に掘り下っても、私の手はこれをそこから引き出す。たとえ彼らは天によじ登っても、私はそこからこれを引き下ろす。たとえ彼らはカルメルの頂に隠れても、私はこれを探してそこから引き出す。たとえ彼らは私の目を逃れて海の底に隠れても、私は蛇に命じてそのところでこれをかませる。たとえ彼らは囚われてその敵の前に行っても、私はそのところで剣に命じてこれを殺させる。私は彼らの上に私の目を注ぐ。それは災いのためであって幸いのためではない。万軍の神主が地に触れられると、地は溶け、その中に住む者は皆嘆き、地は皆ナイル川のように湧き上がり、エジプトのナイル川のようにまた沈む。主はご自分の高殿を天に築き、大空のもといを地の上に据え、海の水を呼んで地の表に注がれる。その名は主と唱えられる。主は言われる。イスラエルの子らよ、あなた方は私にとってエチオピア人のようではないか。私はイスラエルをエジプトの国から、ペリシテ人をカフトルから、スリア人をキルから導き上ったではないか。見よ、主なる神の目はこの罪を犯した国の上に注がれている。私はこれを地の表から立ち滅ぼす。しかし私はヤコブの家をことごとくは滅ぼさないと主は言われる。見よ、私は命じて人がふるいで物をふるうように、私はイスラエルの家を万国民のうちでふるう。一粒も地に落ちることはない。我が民の罪人、すなわち災いは我々に近づかない、我々に望まないという者どもは皆剣で殺される。その日には私はダビデの倒れた幕屋を起こし、その破損を繕い、その崩れたところを起こし、これを昔の時のように建てる。これは彼らがエドムの残ったもの、
および我が名をもって呼ばれるすべての国民を所有するためであると、このことをなされる主は言われる。主は言われる。見よ、このような時が来る。その時には耕す者は刈る者に相次ぎ、ぶどうを踏む者は種まく者に相次ぐ。もろもろの山にはうまい酒が滴り、もろもろの丘は溶けて流れる。私は我が民イスラエルの幸福をもとに返す。彼らは荒れた町々を建てて住み、ぶどう畑を作ってその酒を飲み、園を作ってその実を食べる。私は彼らをその地に植えつける。彼らは私が与えた地から再び抜き取られることはないと、あなたの神主は言われる。